今回は我が家のアルパカたちの紹介をしたいと思います。我が家には2頭のアルパカがいるんですが、白い方がバニラ、茶色い方がココです。お世話中のノイジーマイナーを見るバニラ、そしてこちらは、お世話中のひよこさんたちを見るココちゃんです。バニラが私の服を噛んで甘えているところです。我が家のお庭で家族の一員として過ごしているので、牧場とかにねいる子たちよりも、人懐っこいアルパカになっていると思います。これは砂浴びをして体をきれいにしているところです。砂浴びは1日に何回もします。笑っているように見えますが、これは太陽が眩しくて目を細めているところです。バニラとココの性格はだいぶ違うんですけども、バニラの方は、人懐っこくていつもこうやって、甘え髪をしてきます。ココちゃんがこうやって甘え髪をしてくることはないです。庭に来る野鳥たちやうちの鶏たちもアルパカがそんなね襲ったりしないっていうのをよく知っているので、こうやって近くまで来ていつも一緒にご飯を食べています。我が家の庭は2つに区切っていて、フルーツの木エリア、あとアルパカたちがいつも自由に、お散歩しているエリアと分かれています。フルーツの木のエリアにアルパカが入るときはもう常に横について、フルーツの木の葉っぱとかをね食べてしまわないように見張っていなければなりません。こちらはアルパカたちがご飯を食べているところです。おやつにはいろんなお野菜、こちらセロリですけども、あと人参とか、フルーツを食べています。これはルーさんを食べているところです。こちらはおトイレをしているところです。アルパカのご飯ですけども、必ずそれぞれのバケツに入れないと喧嘩になっちゃいます。アルパカたちは夕方になると自分の小屋に戻っていきます。今日も見ていただいてありがとうございました。それではまた。